はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。というわけで、今回なんですけども、えー、連日ね、お話しさせてもらっている、岸田政権による、ほんと、サラリーマン大増税なんですが、まあ、これがですね、連日のように、まあ、いろんな記事出てきまして、その、工場を見直さないものを探す方が難しいんじゃないかっていうぐらい、もう、ありとあらゆるものを増税対象にしていると言っても過言ではないかなっていうふうに思うわけですよ。まあ、今回は記事的には、こうですね、岸田内閣が目論むサラリーマン大増税の行方を元官僚が解説っていうことなんですが、 新しく出てきたのがこちら、フリーマーサイトでの売上ギャンブルの払い戻し金まで課税対象にというわけで、えー、今まではですね、この10月から始まるインボイス制度っていうところで、個人事業主フリーランス徹底的にやったろうかなみたいな。で、その後には政府税調の方でね、記載されていたサラリーマン大増税というところで、 給与所得控除そして退職金課税というところから始まり、中でもある通勤手当、退職金、失業、生活保護給付みたいな、扶養控除配偶者控除まあ、その辺もね、一気に見直そうか、みたいな。だから、課税所得が一気に増えるんで、所得税、住民税、まあ、このあたりがね、まあ、増税するっていう感じになるかなとは思うんですよ。まあ、その辺については、以前もね、シュミュレーションの動画っていうのを出してるので、まあ、気になる方はね、一度参考にしてもらえたらっていうふうに思うんですけど、 ただ、ここ最近出てきてるのは、この次でもある、フリーマンの売り上げとか、この通勤手当みたいに、非課税所得を課税所得に変えていこうかっていう流れもあるってわけで、まあ、サラリーマンの方でもね、副業されてる方とか、まあ、あとはフリーランスやったり、まあ、専業主婦でね、お小遣い稼ぎしようと思ってる方にも影響があるんじゃないかと。で、さらにギャンブルの払い戻し金ってことやから、まあ、好きな方もね、たくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、娯楽にまで手突っ込んできたのかっていうわけで、今回はこちら見ていこうと思います。よろしくお願いいたします。 内閣府に置かれた政府税調が6月30日、えー、答申を取りまとめ岸田首相に手渡した。この資料には大増税時代を予見される記述が多々見られるという、元総務官僚で政策コンサルタントの室氏がそんな応募を行おうとする岸田政権と財務省を一刀両断したと。 まあ、というわけで、この政府税調の答申っていうのが、ここ最近出てきているサラリーマン増税とか、非課税所得を課税所得に変えようかっていうね、流れの元になってるやつなんですよね。で、これ共有しとかないかん、ベースとしては、この政府税調では、十分に税収足りませんっていうのが大前提にあるんですよ。言うても、今過去最高の税収なんですよ。でも足りないっていうふうに、この答申では提言されてるわけ。 で、それを受け取った岸田さんが、これはなんて素晴らしい提言だって言ってるところから、国民負担が増える、もうほぼ間違いないだろうというふうに言われてるわけです。で、しかもこのサラリーマンっていうのは、日本で約6000万人いると言われてるので、6000万人の方が大増税になると思ったら、すさまじいインパクトないですか。で、これと別でインボイスとかみたいな形でフリーランス、個人事業主はもう徹底的にやられてるわけだから、労働者全部アウトってことですよ。 続けます、えー。この政府税調が提出した全261ページからなる答申。かなりのボリュームのため、えー、その全てを読んだ人はそう多くないだろう。この講談には、個別の税目ごとに政府税調があるべきと勝手に考えている税制の今後の方向性が記載されている。ここで方向性と書いたのは、世間で言われているような増税や控除の廃止、削減等のメニューが具体的に記載されているわけでなく、経済社会の丸々な変化があるから、税の公平性の観点から、 この税制はそのあり方を検討すべきといったことしか書いていないからだ。現在騒がれている何々増税といったものについて具体的な記載はなくあくまで可能性の話に出資している。とはいえ可能性だけの話だから増税を心配しなくても大丈夫かといえばそう安心してもいられない。そうなんですよ。これタイトルでもあるように通勤手当に課税するんじゃないかっていうのはね結構まあ僕は濃厚な線だと思うんですけど通勤手当を増税するとは書いてないわけです。 じゃあどういうふうに書いてるかって言ったら、例えばやけど、今は寿命がすごい伸びてるから、労働期間が長くなったと。昔やったらさ、50歳定年、55歳定年が、今は60歳、65歳ってどんどん伸びてってるわけじゃないですか。ってなれば、通勤手当を支払う期間も長くなるわけですよね。で、これが非課税ってなれば、蓄積する量が多くなると。じゃあ他の税金と比べて公平性や中立性って薄れてきてないかっていうことで、これは見直さないとダメだよねって言ってるわけですよ。 じゃあそういった寿命が伸びたことによって、蓄積される非課税制度って何かって言えば、例えば通勤手当てって書いてるみたいな。言ってる意味わかりますかね他には、もう僕もね、これはね、あの結構本命性なんですけど、生命保険料控除の廃止。これに関しては、生命保険料控除を廃止するとは書いてなくて、昔と今では考え方内容が違うものに関しては、見直さないとダメだよね、みたいなことを書いてるわけです。で、一般の生命保険とか、個人年金とかって、どっちかって言ったら、 貯蓄性や投資性が高くなってるわけですよ。だからそれって、その生命保険料控除ができた時の考え方と結構変わってきてるわけですね。逆に生命保険料控除って、税金はかからないし、控除まであるわけですよ。これって公平性や中立性という観点からしても、よろしくないよね。じゃあ見直そうよっていうふうに書かれてるわけ。じゃあそういうのに当てはまるものって、例えば何があるかって言ったら具体例として、生命保険料控除みたいな、そんな感じで書いてあるんですよ。 だから、ここでも書かれているように、あくまで可能性の話なんですよね。でもそれを受け取った岸田さんは、なんて素晴らしいことを書いてるんだっていうふうに思ってるし、そもそも岸田政権のスタンスとして、税収足りないっていうのはベースとしてあるわけですよ。だって、財政健全化とかプライマリーバランス黒字化目標っていうのを撤廃してないわけですから。この物価高騰で国民生活がどないしようもないっていう状態でも減税すらしないわけですから。 一気に良いドンじゃなくても、段階的にやってくる可能性は十分あり得るんじゃないかなっていうふうには僕は個人的には思ってますけどもね。で、えー、政府税調はあくまでも内閣総理大臣の諮問機関という位置づけであり、何かを決定する機関ではない。しかし、各府省は政府税調の答申も踏まえつつ、それぞれの政策に関連する税制改正要望を取りまとめ、国税については財務省に、地方税については総務省に、8月末を期限として提出すると。 そして提出された要望について検討が加えられる。最終的にどのような税制改正とするかを決めるのは内閣であるが、税制に関しては政府税調が非常に大きな力を持ち、実質的にはこの当税調が決めている。当税調の議論は例年11月に始まり、12月の中頃に税制改正大綱として取りまとめられていると。というわけで、まあ、この政府税調というのはあくまでも諮問機関というわけで、 制限する立ち位置なんですが、影響というか力がすごい大きいから、まあ、実質的にここは決めてると言っても過言ではないということですね。で、これを受け取った岸田さんも、なんて素晴らしいんだって言ってる以上さ、あんまり手を加える必要もないのかなっていう気もするから、書かれてることをそのままさ、発表してきても、なんだ不思議ではないっていうふうに思いますね。続けます、えー。こうした税制改正、増税が決められる一連の流れを踏まえると、今の段階で反対や懸念の声を大にしておかないと、気がつけば大増税ということになりかねない。 なんと言っても岸田政権は財務省政権と揶揄されるほどの財務省の言いなりだからだというわけで、いや、そうなんですよ。これに関しては可能性の話やろとか、それはないやろっていう人も多分いるんですけど、この可能性の段階で目をつむっていう方が圧倒的に楽なわけですよ。現実さ、インボイス制度だって今の現状を考えれば、スタートできる状況になっ,てなってると僕思えないんですけど、撤廃することないじゃないですか。ってなったら、やっぱ決まってからそれをひっくり返すってすごい大変なわけですよ。 じゃあ、今、サラリーマン増税とか言われてるさ、このメニュー、例えば、給与所得控除の見直しとか、扶養控除、配偶者控除の見直しとかさ、そういうのって、決まる前だから、おい、ふざけんなよって声を台にして、それを一旦お流しにするっていうことの方がいいわけですよ。言いいわけっていうか、圧倒的に簡単なわけですよ。だから、例えばけど、僕もね、以前取り上げさせてもらった、兄さんに課税するんじゃないかっていう話があったんですね。 ね、それに対して、いや、兄さんに課税なんてありえへんやろ、みたいな。お前、アホかっていう意見なんかもいただくんですが、それならそれが最もいいわけよ。今回の記事のタイトルでもあるけど、通勤手当退職金の課税、フリマサイトの売上ギャンブルの払い戻し金の課税。そんなんだって、ない方がいいわけじゃないですか。じゃあ全力でさ、こういう政権っていうのを監視しとく必要がやっぱあるんじゃないのって僕は思うわけですよ。むしろ兄さんに課税とか言ってるさ、アホがおんねんけど、そんなんないですよね。 っていう質問があって、政府の方が、いや、それはないですっていう、その明確な答弁が出てからの話でしょ。そんなことありえへんだろうって放置したらさ、とんでもないことになってるっていう話ですよ。じゃあ実際そんなことなってんのかって言ったら、まさにサラリーマン大増税がそうでしょインボイス制度でさ、個人事業主フリーランスに、いや、お前らさ、消費税雑税すんなよって言っていた会社員の人たちが一部いるのは事実じゃないですか。で、それに対して政府の方が、いやいや、次はお前らだからねってなってるわけよ。 だから、ないだろうって勝手に決めつけて放置したらさ、痛い目見る可能性があったんやから、じゃあ声を上げて、こういうのはさ、引っ込めさせるっていうことに持っていかないとあかんのじゃないのかなって僕は思うんですけどもね。で、もう一つ思うことがあってね、この岸田政権になってから、実感として国民負担増えてるなとか、生活苦しくなったなって思う人、むっちゃ増えたと思うんですよ。じゃあこれ変えないとあかんよね。でも自民党政権だから同じやんっていう意見ももちろんその通りなんですけど、 その中でも、例えば前の菅さんとか、その前の安倍さんとかってなったら、確かに国民生活は良くならなかった。経済成長もしなかった。でも、ここまで現実的な負担が増えてるっていう実感なかったと思うんですよ。ってなれば、岸田さんってここでも書かれてる通り、財務省政権っていう風に言われたり、財務省の犬とか言われてるわけですよね。じゃあそれぐらいさ、財務省にべったりなってる人がトップをやると、何でもかんでもスルーで通されるから、もちろん自民党政権っていうのをひっくり返さなあかんねんけど、 この岸田内閣っていうのはとりあえずさ、もうやめさせないと。とりあえず財務省にべったりの人がトップをするっていう政権っていうのを作らせないっていうことがいかに大事かっていうのはちょっと僕は思いましたね。逆に財務省としては、ここですよね、岸田総理のうちにやれる増税はやっておかなければと考えるのは自然と。 だから、めちゃくちゃいろんなこと言ってるわけですよ。で、岸田さんもそれに対して、そうだねって言ってるし、事実、冒頭でも言いましたが、ない方を探すのが難しいぐらいのレベルですから、いかにこの政権がやばいのかっていうこと。で、もう一つは、続き、現在の日本経済社会が置かれた状況を踏まえて、それが正しいかどうかは別として、これをやろうとしているっていうところ。 じゃあもう国とか国民じゃなくて財務省さえあればこの人たちって何も問題ないと思ってるってことじゃないですか。経済が衰退して先進国から外れていって日本がもう再起不能な状態になろうが財務省の意見が最も正しいって言ってるわけでしょ。プライマリーバランス黒字化目標を達成することが全て。要するに国民負担率100%にして世の中からお金を消さなければならないって言ってるわけですよ。それで経済成長とか言ってるんやからね。笑わせんなよ、タコマジで。では、えー、具体的にどのような影響が一般国民、特にサラリーマンに及ぼされることになるのか。 えまず、サラリーマンならず誰もがその恩恵を受けている、え、概算除としての給与所得控除が相当手厚いとされ、圧縮、または廃止される可能性があると。相当手厚いのは主要国と比較しての話のようだが、主要国とは自分たちに都合のいい国だけが抽出されている可能性があるし、そもそもなぜ他国と比較する必要があるのか。日本独自の制度なり、日本独自の運用、それでいいではないかと。いや、本当おっしゃる通りですよ。しょうもないところだけ海外をさ、この真似して、大事なところは一切無視ですからね。 他には、えー、配偶者控除や配偶者特別控除も縮小や廃止の可能性がある、その理由は共働き世帯が増えたからとのことだが、妻も働かざるを得ない社会経済にしたのは一体誰なのか、いや、ほんまこれもそう、共働きが前提ってなってる時点でも、すでに狂ってるってことに気づけよって話ですよね。緊縮財政で日本経済をずたずたにした財務省がその最大の先般の一つではないか、散々経済財政政策を間違い続けて、その間違いをまだ続けるつもりかと憤りを禁じえない。 そうですねだからこれ、財務省を解体するのが、最も日本経済にとってベストっていう意見もありますからね、というか、ベストだと僕も思いますしね。 また、年末調整で登場する生命保険料控除や地震保険料控除、そして寄付金控除も全て縮小廃止の可能性があると。まあ、いうわけで、この生命保険料、地震保険料っていうのはね、なんか言ってましたけど、寄付金もアウトなんですね。っていうか、寄付金控除も縮小廃止の可能性があるってさ、じゃあそれやったら誰が寄付すんねんと思いませんいや、ここは手つけたら墓やの、絶対。むしろこれまで縮小廃止の可能性が出てきたら、ガチで全部やん。もう。 で、さらに非課税等とされる意義が薄れてきているとみなされる非課税所得等の見直しと言われても何のことかわからないかもしれないが通勤手当がその典型例だというわけでこれが俗に言う非課税所得を課税対象にしようかってやつですね。 で、えー、続き出ましたね。タイトル通りなんですが、オークションサイトやフリマ、中古品屋で売却して得られた収入もこれに当たる。通勤手当に課税されては通勤費の一部が自腹ということになってしまうし、例えばオークションサイトで売却してせっかく稼いだ小遣いの一部を課税されて持ってかれてしまう。 そうなれば、財布の紐はますます硬くなって、消費が減退するばかりか、将来への不安も増える一方だろうというわけで、まあこのフリーマーサイトでのね、収入、まあ例えばメルカリなんかがね、代表に上がってくると思うんですが、やっぱね、ここで懸念があるとしたら、やっぱ転売ヤーの方なんですよね。もちろん今はフリーマーでさ、得られた収入っていうのは課税対象になってないんですけど、じゃあテ売ヤーやりたい放題かって言われたらやりたい放題なわけで、まあそこの区分けがすごい難しい。だからまあそこは逆に言えばメルカリ側の対応みたいな、 例えば、玄関よりも高い値段で販売しちゃダメですよとかさ、そういう風にしていくべきなのかなとも思うし、かといって、やっぱりさ、その骨董品とかさ、そういった廃盤になったものってなったら、それを探してきてもらって、それを転売というか、フリマでさ、販売してるっていう、いろんなさ、懸念もあるから、難しいところかなとは思うんですけども、そういった転売屋みたいな、とりあえず開くよっていうところは、また別の制度っていうことで、置いといたとしても、普通の健全な形で、なんか副業とか専業主婦の方がさ、 例えば、オークションサイトで売却して、小遣い稼ぎしてても、それも、ま、あ課税対象にしようかって言ってるわけですね。そうなると、その個人事業主フリーランスっていうのは1段階目で、2段階目がサラリーマンで、3段階目として、ま、こういったお小遣い稼ぎとか、この後出てくるギャンブルとかさ、娯楽っていうところまで手突っ込んでるから、もうマジでコンプリートじゃないですか。 さらに、失業、等給付、生活保護、遺族年金、給付型奨学金は現在非課税所得だが、非課税とする意義が薄れてきていると、財務省が勝手に判断して、課税対象となる可能性もある。失業者や生活保護受給者から税金を巻き上げようとは悪魔の所業としか言いようがないし、奨学金に課税するならば、何のための奨学金なのかわからなくなる。岸田政権は人への投資を掲げているが、財務省はそんなに生活困窮者や学生を苦しめたいのだろうか、ということで、まあ、苦しめたいんでしょうね。それしか考えられないじゃないですか。 この記事語られてる方のおっしゃる通り、奨学金に課税されれば何のための奨学金かわからないっていうのは一番最初に出てくる疑問なわけです。というか、非課税所得を課税所得にしたら非課税の意味なくなるよね。ここのフリマサイトのお小遣い稼ぎだって課税にしましょうかとか、他には大きいところで言ったら n i s ですよ。あれだって非課税を売りにしてるわけだけど、この意義が薄れてきてるよね。 言って勝手に判断されて、じゃあ課税ねっていう可能性はあるわけですよ。で、世論の声としてもさっき言ったみたいに、兄さんに課税はないだろうっていう意見もあれば、もう一つそれと拮抗するぐらいあるのが、岸田ならあり得るなんですよ。 要は、この前、青汁王子やったかなが、冗談で、呼吸税とか歩行税とかも取るんじゃないのっていう意見もあるんですが、それも、いや、岸田ならあり得るって言ってるわけですよ。さすがにそこまではさ、大げさかもしれんけど、森林環境税が来年から導入されるわけでしょもうそんな言い出したら何だってできるやんか、もう。海で言ったらさ、海洋環境税もよるかもしれんし、空で言ったら航空環境税とかもよるかもしれんし、一個コメントであったのは、ふるさと増税っていうのもあって、それはちょっと面白かったっすけど、岸田ならあり得るって思うでしょ逆にもう一つね、僕のコメントであったのが、 そうやってみんながさ、いろんな候補を出してくると、岸田さんがそれを採用しようっていう可能性があるから、言うのやめようっていうのもあって、まあ確かになっていうのもね、思ったわけですけど、そんな感じで、ここまでさ、もうめちゃくちゃやってりゃ、岸田さんやんってやりかねないんですよね。財務省としても、岸田さんが総理大臣のうちに、これは通しときたいってことを考えたら、もう無茶でも何でもいいから、提言したれみたいな。そう思ってても、何ら不思議ではないってことですね。 で、えー、高齢者、フリーランス、ギャンブル好きもターゲットにということで、まあ、高齢者の方には、えー、退職金課税ということで、実質上の増税が待っていると。これは岸田政権が掲げる、えー、労働市場改革と一体のもので、勤続20年以上の20年を超える部分の1年あたりの控除額が、70万円であるものを40万円に減額しようという動きで、成長分野の労働移動を円滑化することが目的だそうだ。しかし、単に課税ベースを広げるため、早期退職を促してコストを削減するためのものであることは明らか。これは岸田政権の肝入り 政策ののつなので実現する可能性は極めて高いだろうということで僕もそれは思いますでもそうなると iDeCo の問題があるわけよ政府としては iDeCo や NISA っていうのを進めてるわけやけど iDeCo の完全後出しじゃんけんになってるやんこれやったらじゃあ NISA に課税が絶対ないかって言ったらそんなことないよねって言えるわけですよ続けてストックオプションで高収入を期待していた方々も対岸の課税が増税されるかもしれないからだ個人事業主も事業所得の向上縮小つまり事実上の増税の可能性もある スタートアップやフリーランスを増やすといったのは岸田政権ではないか。また、ギャンブル好きの方にも悲しいお知らせだ。検証金やギャンブルの払い戻し金といった一時所得は、その全額ではなく1、二分の一が他の所得と統合されて課税対象になっていたが、これも縮小、廃止の可能性がある。廃止されて全部が課税対象になれば、事実上のギャンブル増税であると。 まあというわけで、まあこのギャンブルに関してはね、あの割と競馬が有名かなとは思いますよね。確か1年ぐらい前かなんかにお笑い芸人の人がそれで破産したみたいな話なかったですかね。だからね、もうこれも意味が分からへんねんけど、例えば競馬やったらさ、その払い戻し金から課税じゃなくて、すでにさ、引かれてる額を払い戻せよっていうふうに思うんですけどね。 むしろあれ、例えば JRA やったらさ、売り上げの70%かなんかでしょあれ、払い戻しって。じゃあそれをさ、例えば65とかでもいいじゃないですか。そしたらもちろんさ、払い戻し金減るけど、それでもさ、当たってからさ、課税。 対象にななななっっって持ってて持かかれるるいいいうその納得いかない感はなくなるわけで僕はそっちの方がよっぽどいいんじゃないかなと思いますけどもね。あとはそのギャンブルとはちょっとちゃうかもしれんけど、宝くじなんかもどうするんですかねあれ確か非課税のはずやから、あれも課税対象になるんかまあその辺も、このギャンブルに関しては、カジノの問題とかさ、パチンコの問題とかもいろいろあるから、結構ね、賛否が割れるとこなのかなと思ったりはしますけどもね。で、他にも増税メニューになるようなものはたくさんある。それらの多くが実現されば、財務省にとっては増税天国。 一般国民にとっては増税地獄である。すると消費や投資は減退し、消費者に買ってもらうために値段を下げざるを得ず、そのために人件費が削られて所得が下がり、さらに消費は減退という悪循環に陥っていくだろう。その結果増えるはずだった税収はかえって減ってしまうことにもなりかねない。まあおっしゃる通りですね。だから、その増税天国になることを財務省が望んでるっていう時点でこんな省庁は解体した方がいいんですよ。そもそも税は財源確保のための手段ではなく、あくまでも経済政策の調整のための手段である。 昨今の日本経済の状況を踏まえれば、増税ではなく減税一択のはずだ。財務省に考え方を改めろ。マクロ経済の現実を直視せよ。と言ったところで、財務心理教とも揶揄されるぐらい、増税と財政再建を堅くなにある種、強心的に進めようとする今の財務省は聞く耳を持たないだろう。 ならば、我々一般国民が増税反対の声をより多く上げ、反増税のうねりを作り、当税庁がとても増税などとは口に出せない、そんなことは決められないという状況にしていくしかあるまい、残された時間は意外と少ないと。まあ、というわけで、まあ、本当に、ね、これかなりいいこと書かれてるなと思ってて。 財務省にさ、こんだけ言ったって、全く聞く意意がないんやったら、やっぱりさ、国民がその民意を示さなければならない。つまり、増税をしようとしてる党なんかを、与党にしなければいいっていうことだと思うんですよ。特に僕はね、このインボイス制度っていうのに対しては、何が何でもこれやめるべきだと思うんですよね。どう考えたってこんなもんさ、社会壊れるじゃないですか。でもそれをさ、やろうとする党が、今の与党と、まあ、維新かな、は、まあ、賛成っていうことなんで、 何をどう考えてこれが賛成なのか僕さっぱりわかんないんですけどもちろんどこを注視するかっていうのは大事じゃないけど経済のことを注視するって考えればそこに投票するなんてまあありえへんかなっていうふうには僕は思うんでまあでもなんせこの自民党の中でも特にこの岸田政権っていうのは即刻退陣するべきではないのかなっていうふうに思いますねはいむしろそこまでどうしてもやりたいんだったらこのマイナンバーカードっていうのをある種ここまで詰めてる以上マイナンバーカードに選挙権っていうのを付与して与党に投票した人 だけが増税対象になればいいんじゃないかなと思いますけど、そんなに税金払いたいんだったら、払いたいやつだけが払えばいいじゃないですか。それの何がわかんのって思うんで、もちろん現実的なのはここで書かれてる通り、 多くの国民が声を上げて増税反対で、増税なんかはとても口に出せない状況を作り出すとか、財務省をもう、ものすごい力を弱くしていくとか、解体させていくっていう方向に持っていかないとあかんと思うけど、それができひんやったら、マイナンバーカードの仕組みとしてそういうこともできるんじゃないのっていうふうに思いましたけどもね。はい。というわけで、今回はこれで終わりたいと思います。えー、またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。